号で1通だけ読ませていただきます。ありがとうございます。行きます。この度家の大好きな娘と息子がもうすぐ誕生日を迎えるので、家のメンバーに祝っていただきたくお便りを投稿させていただきますとのことです。皆さん皆さんのようにインパクトがあって親しみのあるペンネームが思いつかず、妻には内緒で使用をし、実は子供が生まれる前からイエナファン、イエナでヒーリングッドファミリーなどなどたくさん悩んでしまい、メールをするのが遅くなってしまいました。申し訳ありません。ようやくペンネームが定まりましたので投稿させていただきます。それではいきます。はい、ペンネーム2001年に一度の美少女シアン推し。ありがとうございます。いつもイエナのイベントが本当に楽しく、家族で見に行かせていただき元気と幸せをもらっています。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。そんなイエナ大好き一家で、生まれる前からイエナを聞いて育ったイエナ大好きっ子長女エマちゃんが明日29日に6歳に、そして少し先ですが熱烈エマちゃん推し長男宗圭くんが9月9日に4歳になります。おめでとうございます。いらっしゃいますね、そこに。あ、おめでとう。かわいい。できればイエナのみんなからおめでとうを言ってあげてほしいです。エマちゃん、レンちゃんが星に帰っちゃうのは本当に寂しいですが、これからもイエナが大好きです。いつもありがとうとのことです。ありがとうございます。ありがとう。2人が誕生日ということで、ね、じゃあみんなでバースデーソングを歌いたいと思います。はい、はい、じゃあいきますよ。せーの。 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear エマちゃん、私エマ…私レンとエマが9月24日土曜日に明石市民会館でラストステージを迎えます。こんなに大きな夏祭りに呼んでいただいて思い出が増えて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。残り1ヶ月精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは次の曲に行きたいよ。ありがとう。